真実の瞬間は、1991年のアメリカ映画、アーウィン・ウィンクラー脚本店監督。1950年代、マッカーシズムに揺れるハリウッドで共産主義者の疑いをかけられた映画監督を主人公にした。1951年のある日、新進気鋭の映画監督、デビッド・メリルは、20世紀フォックスの社長、ダリル・エフ・ザ・ナックから呼び出され、 連邦議会会員の会員非米活動委員会が彼を召喚しようとしていると告げられる。メリルは疑いを晴らすために誰かを売るように弁護士から助言されたが、それを断ったがために、メリル自身が疑いの標的にされ、ハリウッドから事実上追放されてしまった。メリルは家族とも離れて一人各地を転々とするが、どこにいても FBI の尾行がついてくる。そしてメリルは、 ある決意を秘めて、カッコ内は日本語吹き替え主人公、デビッド・メリルは実在の映画監督、ジョン・ベリーがモデルになっている。ベリーは非米活動委員会での証言を拒否し、ハリウッドから追放された映画関係者を取り上げたドキュメンタリーを制作し、そのことで彼自身もまた赤狩りの対象になり、妻子を残し、フランスへの亡命を余儀なくされた。 ベリーは1964年にアメリカ合衆国に帰国したが、本拠は生涯パリに置いていた。この映画の公開から8年後の1999年、パリで死去した。また、マーティン・スコセッシが演じる映画監督、ジョー・レッサーは、ジョゼフ・ロージーがモデルである。ありがとうございます。